ましょう。ああ、聞こえますかね。じゃあ、あてよろしくお願いします。いや懐かしいね。ありがとうございます。ありがとうございます。今からですね、40分ぐらい、お時間いただいて、まあ、喋っていきます。まあ、40分ぴったりというか、ちょっと早くなる気もしますけども、で、その後に20分間ぐらいの質疑応答がいただければ、基本的に何でも答えられると思います。知らないことは知らないと言いますし、Google から止められていることは言えませんって言いますけども、なんか基本的に何でも答えますので、質疑応答の時間にはいろいろ言っていただければと思うんですが、ちょっと始まる前に、個人的なね、思いを言いたくて、さっきね、ご紹介いただきましたけど、2012年に YouTube 始めました。YouTube 自体も全然盛り上がってないし、当然 YouTuber なんて言葉もなくて。で、だから、ちょうど、はじめ社長、まあ、ご存知だと思うんですけど、はじめさんがほぼ同期なんですよ。YouTube 始めたのでいうと。で、自分より前にやってたのは、今、まあ、知ってことヒカキンさんとかね、あのぐらいで、今すごい活躍されてる方っていうのは、もちろんここ4、5年とかで、出てきた方なので、本当に初期の方からやってる、もう子さんの子さんです。で、まあいろいろあって、その辺の話はね、本題で話していくんですけど、自分がこの活動をしていく中で、まあ目標というか、夢っていうのがいろいろ出てくるわけですよ。で、このね、観光を卒業したのがちょうど18年前。悲しいことに今日、なんだ、高校3年生、新高3の子いるけど、高校3年生いないでしょ。俺卒業した時に生まれたのが高3の子なのよ。18年前だから。だから俺、卒業した時はまだみんな生まれてないんだよね。そのぐらいもう年の差がある。だけど、この YouTube の活動をしていく中で、自分は多分明和の子、この中にいると思うんだけど、明和中学校出身なのね。で、明和の人間なんだけど、明和中学校か、その館林高校、でもしくは学芸大学で、いつか仕事がしたいっていうのはずっと思ってて。でも、2012年始めた時さ、7ヶ月間やったんですよ。2012年6月1日からスタートしてるんで、7ヶ月間結構な授業とか取ったんですけど、登録者伸びたのが800人、再生回数も10万回ね。だから10万って言われて大きいかもしれないけど、7ヶ月間だからね。で、一番アンチに叩かれたのもその期間です。もうまあ後でちょっと話しますけど、サンドバッグ状態でした、最初7ヶ月間で。その翌年2013年も1年間やって、1年7ヶ月かかっても登録者1万人超えなくてってぐらいに、かなり苦労をしてきました。でもその中でいつかこのね、男子しかいないこの観光で、まあ、こうやって講演会今日させてもらうのは本当にありがたい話だし、こういう形なのか、もしくは、みんなの前で授業をする形なのかわからないんですけど、いつかね、何かこうやってしたいなって思ってて、割とこの場所に立って話すのは夢を見てたことだから、個人的にはすごくワクワクというか嬉しいです。ただ単純に。で、ただ、まあ今日 YouTuber として来てますけど、みんながみんな俺のことを知ってるわけではないし、当然ね、今多分結構なニーズの方がいらっしゃるから。で、いや、お前の話は興味ねえよってこともあるじゃん。俺もこの観光に行った時にさ、キャリア教育とかもいろいろあったわけ。で、なんか偉い人がさ、分析したデータとか見せてくれるわけよ。でも興味がないとさ、正直あんまの頭残んないよね。だ俺この、合格体験会すごく覚えてて、実は高2の新高3に上がる時か。でもさ、多分その時その合格体験会のこの後先輩来るじゃん、先輩の前で喋った人の話1ミリも覚えてないの俺。でもその先輩が話した話、大学受験の話とか割と覚えてて、やっぱ人ってさ、興味がないことって記憶にあんま残んないんだよね。そうだから、今日自分が今から、まあ、あと35分ぐらいかな、話をしていくんだけれども、全部が全部なんつうんだろう、話をこう覚えていってほしいとか吸収して帰ってみるとみじんも思ってなくて、ちょっと40分もあるからさ、眠くなる瞬間もあるわけよ。今お腹いっぱいだし、みんなそれもいいと思ってる。でただ一個だけお願いしたいのが、今日の話もそうだし、これからじゃあ学校の先生の話なのか、みんなが社会に出るときにさ、上司の話とかもあるわけ、長いのよ割と上司の話とかも。でそういった長い話を聞くときに座ってなきゃいけないじゃん、逃げ出せないじゃん。ここからどうせ座ってるんだったら1個でいいから何か持って帰ってほしい。俺が今から話す内容がみんなにとっていい話かどうかはちょっと保証はできないんだけれど、たった1個でいいから自分のこれから生きていく中の考え方のヒントだったりとか、何か行動でもいい、
その一つだけでいいから何かを持って帰って、そこだけ意識して聞いてくれればいい。だからもし前半でなんか一個はこれいいかなって思ったら、後半は聞いてるふりでも構わない。そこは多分俺のその話す内容とかによると思うので、ただ40分がみんなにとって無駄にならないように、俺も一生懸命話すから、その受け取る1個でいいから受け取って帰ってほしいっていうのをぜひよろしくお願いします。あとは質問ね、質問のところは20分誰も上がらないと結構寂しい思いするから、下手すと先生に無茶振りする可能性があるから、ぜひ質問の方もよろしくお願いします。ではちょっとね、前置きが長くなりましたけど、いきましょうか。今日のテーマ、普通じゃない生き方っていうテーマにしました。今日のキーワードは普通です。終始こうパワーポイント作ってきてスライドが変わっていくんですけど、割と普通っていう言葉がいっぱい出てきます。で、まずスタートです。ちょっと見にくいと思うんですけど、口で喋りますね。普通じゃない学生生活を送ってきました。で、まず4つ挙げてるんですけど、妹の存在からいきます。で、これは、俺自身の生きてきた、こういう生き方をしてきたんだっていう、ちょっと軽く聞いてください。まず、うち妹が障害者です。知的障害と発達障害、いわゆるこの障害者、結構重ためなね、障害を持っていて、正直障害者がいる家族で育ってるから、それが俺にとっては普通なんですよ。でもいろんな、例えば友達ん家に遊び行ったりとか、いろんな、ね、みんなの話を聞いていく中で、あ、普通じゃねえんだっていうのを気づき始めるわけですよ。だって、みんな兄弟いる方もいると思うんだけどさ、兄弟喧嘩するでしょ。兄弟でなんかいろんなさ、ゲームやったりする人もいるわけじゃんか。みじんもないわけよ、会話できないから妹と。だからそういった家庭でまず育つと。で、うちはですね、さっきの明和に住んでたんですけど、父がすごく多忙、めちゃくちゃ忙しい仕事人間で、朝の6時ぐらいの電車で行くんですよ。東京まで勤めてたんですけどね。で、終電で帰ってくるっていう。で、全然顔合わせないし、土日はゴルフの接待でいないしさ。で、ほとんど母親に育てられたみたいな家庭だった。ただ、妹のことがあるので、母親も手一杯になるし、で、ずっと、お兄ちゃん、兄ちゃんね、兄ちゃんは、しっかりしてくれた、妹を守るためにしっかり生きてくれっていうのを、もう本当小学校の時からずっと言われてたから、そう生きてなきゃいけないんだって疑うこともなくね、で生きてきたの。で、中学に入って人生が変わるわけよ。2つ目ね、いじめの経験という。ただね、いじめって言葉を使うんですけど、今この活動しててさ、割といじめの相談受けることが多くて、いや、今のいじめに比べたらね、多分俺のはいじめに入んないんじゃないかってぐらいに今は陰湿。なぜなら SNS のいじめがあるからね、 LINE のいじめとかさ、あれに比べれば、どうってことはないんだけれど、俺らの時なかったから、それが。でも、聞こえる陰口ね、女子がちょっと 2,3 人で廊下で話してます、聞こえないように言えばいいのにさ、デブとかさ、キモいっていうのをまず聞こえるように言ってくるっていう、それが中学2年から約2年間続きました。で、俺こう観光にね、入学したんですけど、もともと太田東、田東を志望してたんです。でも女子が発端だったんですよ、このいじめ、陰口。それが学年に派生して、男女関係なく言われるようになっちゃったんだけど、女子がとにかく怖くなっちゃって、で、じゃあ男子校にしよう。ただ太田高校に行ける学力は全く持ってなかったので、で、観光に行って、で、そっちランク下げて入ったくせにさ、前期落ちたからね、普通に。で、後期でギリギリ受かって、で、観光に入学するっていう流れでした。で、でも観光はね、楽しくて、割と俺は楽しい観光生活を送ってた方だと思うんですけど、ずっと専門学校を志望してました。でも、やりたかったことは、自分音楽が好きでね。でもさ、自分でさ、例えばここに立ってさ、歌を歌うって無理なわけよ。そんな才能もなくて。それは分かってたから、自分に。で、じゃあ音楽に関わる仕事したいな。何か。ライブのツアースタッフ。照明さんとかさ、音響さんみたいな。あれだったら音楽に携われんじゃねと思って、OKOK。じゃあそこの専門学校行こうって思ってた。で、それを高1の時になんとなく決まってて、で、調べるじゃないですか。そうするとね、内申点でいけると。受験しなくていいんだ、みたいな。じゃあ、普段の学校の定期テストの得点だけ取っておけば、通知はある程度取れる。それでいけば、受験も楽できる。OK、OK、決まった、みたいな。でも正直、音楽が好きなだけで、それって決まってないんですよ。
なんとなくなんですよ。ほぼ消去法みたいな。で思ってたんですけど、まあ、この観光に入って、恩師、今ね、官女で先生されてますけど、増崎先生っていう方に出会いまして、もともと先生大嫌いだったんですよ。本当に。先生方いらっしゃる前に使う言葉じゃないって分かってるんですけど、あえて言うと、教師みんなクズだと思ってましたから。で、なんでか、理由があるんだよ。じゃあ聞いて、理由がある。なんでかっていうと、そのね、中学の時太ってたんよ、割と。今もちょっと肉付きいいけど、ぽっちゃりしてて、俺の体型をいじってクラスで笑いを取る先生がいたので、それがどうしても許せなくて、俺は。で、1回じゃないよね。割と複数回されてさ、そうすると、まあ、まずその先生は嫌いになるわけよ。そんなことしてくるから。で、ここはね、俺がね、ちょっと子供だったんよね。あ、この人がこういうことをしてくるから、教師みんなそんなもんなんだって思っちゃったよね。で、そこから本当に教師が嫌いになっちゃって、で、まあ、観光に入ったと。でもうめちゃくちゃ斜に構えて授業とかも受けてたんですけど、その増崎先生に関してはいろんなことがあったんだけどね、いろんなことがあって、もう最終的には全幅の信頼を置いてる。先生が右って言ったら俺は右だったから、疑うよくもなく、そうってぐらいに変わった。で、ある時その先生に関してそういうふうに言ってね、感情が変わったわけよ。自分がさ、ひねくれてたのって自分が一番わかる。どんだけひねくれてたっていうのはね。だから、そのめちゃくちゃひねくれてた俺が、先生一人の存在にこんなに変わるよね、考え方が。あ、教師って面白いかもって思って、そこで。で、その松田先生に相談して、ちょっと教師目指してみたいんですけど、みたいな。それが本当、高3上がる結構直前、高2の秋、冬ぐらいだったから、本当は最後、クラスのね、国立とかで私立で決めなきゃいけない段階だったんだけど、で、先生から東京学芸大学を勧められました。うちあんま裕福じゃなくて、家がお金なくて、だから大学行く条件がさ、家から通うこと、そして国公立であること、この2個が必須だったの。私立は絶対 NG、 一人暮らしも絶対 NG、 もしやるんだったら自分で全部稼ぎなさいって家だったから、まあ、ちょっと稼ぐのは無理だなと思って、そうで、その中、まあ、軍大とかさ、多分最大とかもあるんだけど、まあ、学芸大学を勧めてもらって、知らなかったんよ、学芸大学のこと。どこですかみたいな。東京ですよねみたいな。で、調べたら偏差値20足んなかったんだよね。ああ、20かーって。なんかその当時あんまり分かってなかったんだけど、勉強すればするほど20の遠さを実感するよね。一向に上がらない。勉強しても。本当に受験で国公立目指そうって決めてから、平日でも本当5、6時間とか、休日とか本当10時間以上やってた自信があるんだけど、2、3ヶ月伸びなくてね。さすがに心折れそうだったけど、まあそんな、無謀なチャレンジをしたと。でもまあ本当これも運が良くて、結果的に、まあ今ちょっとね、共通に変わっちゃったけど、当時センター試験、センター利用ってやつで、まあ、センター試験がちょっと今そこそこうまくいったから東京理科に引っかかったんだけど、一般が、文教大、東京理科、早稲田で全部落ちて、で学芸前期も落ちて4連敗やったんだよね。で、当然東京理科受かったけど、うちは私立は NG だったから、じゃあ国公立最後ね、後期ラストチャンス落ちれば、でうち予備校も無理だったからお金的に、まあ、あと自宅浪人か宅浪だね、宅浪になるか、後期で決まるかってところで、でめちゃくちゃノイローゼになりまして、ここそうです、いろいろあったけれども、なんとかこれも、高校受験も大学受験も後期でなんとか引っかかって学芸に行きますと。でラスト学芸入るわけです。で、学芸大学って多分ピンとこないと思うよね。これ教師目指してる人だったら割とピンとくるんだけど、教師になりたい人がいっぱい集まってる大学です。教師を目指す人だったら割と今でもおすすめできると思ってるような大学で、うちのクラス31人いてね、大学31人中、就活ってわかるかな、就職活動ね、企業に受けに行くやつ、あれ受けたのが多分俺だけ。もう超変わった環境です。じゃあみんな何するかって、教員採用試験受けるんです、先生になるための試験ね、っていうような学校に行ったんだけど、その教員採用試験受けないで就職活動をしますと。で、この就職活動しようと思ったきっかけの部分は、教育実習、多分ね、来ることあると思うんだけど、教育実習行った時に先生方めちゃくちゃ忙しいのよ。びっくりするぐらいで、いや聞いてたよ、その時も忙しいとは。いや、想像の何倍忙しかったよね。で、自分がなりたい教師像っていうところに、あ、ちょっと時間かかるかなと思って、そうで、あとは、一回一般企業に勤めてから教師になった方が
俺はなんか子供たちの前でいろいろ話せるかなって思って、じゃあ修行のために出ようって思ったんよね、一般企業に。で、まあ、受けて、で先輩に聞いたらさ、修行だからきつい仕事したいと思って、じゃあ飛び込みの営業、営業はあれね、みんなにピンポン来るじゃん、よくあのお母さんが出なくていいわよっていうやつね、あのピンポンする仕事が多分一番きついからって言われて、素直にそれになりまして、で一般企業に、まあ、ほんと営業マンからスタートするっていう流れになります。まあ、こういった形でね、多分割と普通じゃない学生生活を送ってました。で次がね、そもそも普通ってなんだってちょっと話がそれます。ここから、まあ、ここみんなにちょっと少し考えてほしいこともあるんだけど、普通って言葉が割と好きな方もいれば嫌いな方もいると思います。俺はどちらかというと好きじゃないです、学生の時から。あのね、天の尺でね、みんなと同じっていうのがすごく嫌だから流行り物に乗るのがすごく嫌いっていうタイプ、今でもね、だったんだけども、でも自分が普通じゃないのは分かってて、学生時代からだって周りと全然同じことできないし、でどちらかというとコンプレックスの塊、学生時代は。だって、まあ、こうした観光にいてもさ、割とさ、そのスポーツがすげえできるやつもいれば、男子でもピアノが弾けるやつもいたりとか、一人一人にさ輝ける場面って結構あるじゃん。でそうやって比べていくとさ、あ、俺なんもねえなって思って、で本当にそれがすごいコンプレックスだった、なんもねえなっつって。で、まあ、こうやって今 YouTube やっても36歳だから、そう、36年間生きてきて、この普通って言葉は扱い方を間違うとやっぱり自分を落とし込める、下にね、落としちゃうなって思って。で1行目が多分全てなんだけど、曖昧な言葉なんよ、そもそも普通ってなんだよっていう。でこの部分ちょっと覚えててほしくて、曖昧な言葉ほどややこしいものはないっていう。これ他もそう、これだけじゃない、普通だけじゃなくて、頑張るとかね、いや頑張るって何をもって頑張るなとか、努力もそう。でこういう言葉って決めるしかないよね。自分が努力だと思ったら努力だと思ってる、他人がどうこう言ってくると関係ねえっていう。でこれはやっぱり YouTube での経験がすごく大きくて、まあ、さっきも言ったように1年目サンドバッグだったわけですよ。全然子供たちに見てもらえないよ、登録者だって800人しか伸びてないからね。再生数もさ、動画投稿します、5時間後12とかなってんよね、再生が12回よ、5時間で多分、ね、半分以上俺見てんだわ、チェックするためにってぐらいな、本当にそんな時なのに、毎日長文の嫌がらせメールが届く。教育に携わるものなんですかっていう前置きね、この1行目があった時はマジで背中に冷や汗が垂れるっていうぐらいに病んでた。あの時期は毎日送られてくるから、多分同じ人なのかもしれないけどね、わからないけど。でも逆にね、あの所属を名乗ってくださる方もいるの。例えば館林高校で数学を教えているほにゃららなんですけどみたいな、ちゃんと所属と名前を名乗ってくれる方の場合は、アンチっていう批判じゃなくて議論をしたいんだよね、僕はこう思うんですけどっていう感じ。まあ、そういうのにも救われながらやってて、でやっぱり、まあ、叩かれるからさ、どんどん普通が分かんなくなるわけ。自分にとって正義だと思ってるものも正義じゃなくなっていくから。でも、まあ、最終的に至ったのは、自分で決めることほど強いことはないし、自分で決めることほど難しいことはない。もちろんみんなまだ多分16歳17歳ぐらいかな、だから今すぐね、全てを自分自身の言葉で定義しろっていうのはもちろん難しい、それを強要するつもりはないんだけれど、ただ曖昧な言葉、例えばなんとなくやる気が出ないとか、なんとなく落ち込むとか、理由がはっきり分かんないものはちゃんと理由を探して定義しちゃった方がいい、じゃなきゃ対処ができないから、そうだと思ってるので、まあその曖昧なものっていうのは定義していこうぜっていう話。だから3行目に書いたようにさ、曖昧なものって考えなくていいや、めんどくさって思ったの、もう悩んでる時間がもったいないと思って、それでずっと落ち込んでるから俺ね。で中学の時にやっぱりその自分はいじめというかさ、嫌われてるのが分かってたから、でも周りは楽しそうに生きてるわけよ、ずっと他人と比べて生きてきたわけ。まあまあ無意識にみんなやっちゃう子もいると思うんだけど、他人と比べてる中で、ああそうか、曖昧な言葉でしかも他人と比べてたら勝ち目ねえなと思って、そうだからまず曖昧な言葉ほどちゃんと自分の言葉で定義して生きていくのが大事だなっていうのが、まずここまで生きてきて思ったことの一つで、そうそう、今回事前にね、みんなから、質問したいことをね、募集、多分書いてくださったと思うよね。
で実はこういう講演会させてもらうときにそういうのを事前に集めていただいて送ってもらうんよ。あのね、ありがたいことに過去最高の数だった。本当にありがとうございます。多分メールで送ってもらっただけでも80個から90個の質問書いてくれてて、もはやそれ答えたらこの講演会終わるんだけどね。そうで、最後にまとめてそれを答えるのも良かったんだけど、話の流れに合ってるものをちょっと入れてきます。これは実際にもらったものをちょっと答えていきますね。あの進路選択編に関してなんですけど、まずなぜ大学に進学しようと思ったのっていうところ、まあ、これも分かりやすくて、教師になりたかったから。教師になるためにはやっぱりその大学って4大行って資格取るっていうのは必須だったから、まあ、それで選んだってまず1個で、次職業選択する際に必要な考え方ですね。まあみんなもどうだろう、将来の夢決まってんのかな。俺どうだろうな、まあ、決まってる決まってない全然どちらでもいいと思うんだけど、職業を決めるときに大事なことって俺2つあると思ってて、まず1つは、例えばまた夢が持ってない子、何になりたいかがちょっと曖昧で分かんない子は、情報を得るっていうそのアクション行動だけは絶対にした方がいいです。うちらが、学生の時と大きな違いは、情報をゲットするのがめちゃくちゃ楽になりました。だって今ググったら一瞬でしょ、きっとおすすめの職業が出てくるからね。そうだけど、悩んでる時ってさ、足が止まるんよね。調べることもしなくなる、待っちゃうんだよ。誰か教えてくんねえかなっつって、で待ってても基本的に誰も助けてくれないから、そう助けてくれるのは、行動を起こしてる人間に手を差し伸べてくれるんだけど、待ってる人間には基本的に手は差し伸べてくれない。差し伸べてくれるのは家族か先生ぐらい。社会に出ていくとやっぱりアクションを起こして行動を起こしている人間には手助けしてやろうかなって思う人がすごく多いので、ひとまずは調べるっていうことは大事にしてください。でもう一個、ちょっとさ調べていく中で興味を持った仕事が出てくるとする、あのね、びっくりするぐらい社会にはいろんな仕事があります。俺も知らない仕事あるから絶対に、まあ、みんなが知ってるのに俺が知らない仕事も絶対にあるからってぐらいね、びっくりしたらあるのよ、何この仕事みたいな。でも調べていく中でさ、それに興味を持ったとしますよね。その時に、まあ、調べる中で、キラキラしてる場面って一番仕事をやりたいって思った時に見るとこなんですよ。例えばさ、小学生か中学生かなんか YouTuber が入ってたでしょ、なりたい職業ランキング。よくねえなと思ってんだけど、個人的には、あれさ、なんでなりたいかってほとんど小学生の子とかは、楽しそう、楽してお金が稼げそう、この辺なのよ。でこれってさ、キラキラしてるところだよね。でも、まあ、他のさエンタメの方、例えば今までコラボさせてもらった方で言うとさ、はじめ社長とかさ、あの東海オンエアの虫眼鏡さんとかとコラボさせてもらってんだけど、話聞くじゃんか、一本の動画を撮るためにもうえげつない量の会議をして、えげつない量の準備をして、でえげつない時間かけて編集するわけよ。でそこは見てないんだよね。で何が言いたいかっていうと、職業選択するとき、これ興味持ったなって思ったときに、キラキラする場面と泥臭い場面、仕事において泥臭さがないものは基本的にないです。絶対泥臭さが伴う。でその部分もセットで調べてください。あんまね、ここ最近こうあんま恋愛に興味ない子が増えてるから、この話あんまりヒットしないの分かってる。ちょっと例え話でいきますね。例えば異性、まあ、男子しかいないから女子がね、異性がいた時に、異性の例えば付き合ってる人とか好きな人ができた時に、好きなところしか見れないのって良くないと思うよ。ちゃんとここは直した方がいいんじゃねえかなって、まあ嫌いまでいかなくていいけど、ちょっとなって思うところもしっかり見えて、でもそれも含めた上で好きだよって思えないと、俺はきついと思うんだよね。長く続かないと思ってて、仕事もそう、泥臭いところがあるよねって、いやめんどくさそうだなって、でもそれを踏まえた上でこの仕事なりてえなって思った人はやっぱり強いのよ。だから職業選択するときはぜひキラキラする場面とその泥臭いところ、まあ、その二面性だね、両方をきっちり調べるように、調べるというか自分の視点としてそこを持つようにしてください。で3つ目、自分の学力とかけ離れた大学を志望しているんですがどう思いますか。めちゃくちゃいいと思います。まあ、皆さんこれね、あと進学まだ1年生とか2年生だから具体的にまだ決まってない方もいるかもしれないですけど、いやいや偏差値に一周離れてましたけどねっていう話、安全なところを目指すのは大事です。でも
最終的には願書を出すときに君らいいんだから。俺はよくその自分と今、まあ、安全というかちょっと頑張れば届くかなっていうラインと挑戦校、いやきっちいなって、でも行きてえな、興味あるなっていう、まあ、大学とか、まあ、就職先でもいいんだけどっていうところを必ず持てと言います。そしてそこを見て頑張っていきなって、上を見て。人って面白くて、例えばじゃあ偏差値50のところを目指しますって、偏差値50を届く子がこれを目指すとするじゃん、努力してもさ偏差値50に届くか届かないかないよ。50を目指してるのに偏差値65に行くやつってほぼいないんだよね。だから上を目指しておけば、じゃあ偏差値65の大学を目指しました、最終的に届かなかったと、偏差値60までしか伸びなくて志望を願書を出せずにその偏差値50のところに下げました。結局行った場所は同じだよ。だけど60の実力まで伸ばしてここに行くのか、偏差値50のこの状態で行くのか、やっぱ大きな違いがある。だから必ず、上を目指して、上を設定できるんであればね、無理強いはしないけど、持っていてほしいなと思います。で、大学で楽しいですか？これね、即答で楽しいって言えたら本当は良かったよね。嘘つきたくなくて、俺の思ってる答えは、高校の時よりも楽しめる可能性はめちゃくちゃ広がると思います。自分次第で。なぜなら選択肢がいっぱいあるからね。だって授業も自分で好きなように取れるし、遊ぶ場所も全て選べるし、まあ、お金もバイトするから発生するし、かなり自由度が増えます。でも全員が楽しんでるかって言ったらそうじゃない、残念ながら。そう、ただ楽しくできる可能性はめちゃくちゃあると思っているので、まあ、そういうところだと思ってください。ではでは、ちょっと時間がちょっとね不安になってきたけど、普通じゃない社会人ということで、次社会人に行きます。で、まずさっき言ったその修行するために営業マンってとこですね、まあ、修行するために社会に出ましたと。ピンポンってピンポンするじゃん。例えば夏7月にしよっか。7月ってさ、夕方5時ちょっと、5時ね、想像してほしいんですけど、明るくない外まだ。いい、あの明るい中でさピンポン押すんだよ。でね、インターホンで言われるんだよね。何時だ、ごめんなさい、何時だと思ってんのって。警察呼ぶわよみたいなね、こんな暗い時間にピンポンしてっていうのを毎日言われる仕事です。あ、これ大げさじゃなくてマジで、警察呼ぶわよに関しては本当に2日に1遍は言われるような感じの仕事をしてました。やむね、本当にやむ、あれに関しては。ただ、やっぱ営業マンっていうのはものすごいスキルが詰まった仕事で、あと人の心を動かす仕事だからね。あとさ、玄関出てきてくれるんだよ。で、出てきてくれたとしてももうね、睨みつけるのが当たり前だから、普通に何みたいな。でもその何っていう態度をしている人に物を買ってもらう仕事なので、いや、ものすごいやっぱりスキルとしては詰まってて、で、まあ、もう一回その仕事に戻るかって言われたら即答でノーと言いますけど、戻らないけど、でもすごく修行にはなりました。ただ、2つ目に書いたように、長生きしたいならやめなさいっていう風でドクターストップがかかります。実は自分ですね、大学の時に、風邪をこじらせて、腎臓をちょっとやっちゃいましてね、一生治らないんですよこの病気。あ、今でもそうなんですけど、でその数値がめちゃくちゃ悪くなっちゃって、定期検診でね。で、医者からこれ言われたの。社会人って大体60歳ぐらいまで働くじゃんか、定年が大体ね。まあ、今ちょっと変わってるけど、あ、でもこのままいくと本当に40歳ぐらいで働けなくなるかもしれないけどどうするって言われて、いや長生きしてえなって思って、で辞めます、営業マンを。約10ヶ月ぐらいかな、働けたのは。で、そこからですね、次の仕事決まってなかったんで、アルバイトを2つ掛け持ちして家賃を払いながら生活するんですよ。で、あの貯金残高ってあるでしょ、通帳の。あれがさ、毎月減ってくのよ、当たり前だけど。バイト2個じゃ賄えないからね。で、あと2ヶ月で、あ、所持金0円になるな、そろそろ本気でやべえと思って、決まんないし。で、時に、たまたまですね、その塾講師、行ってた知り合いがいて、声をかけてくださって、やるか、受けるかって。いや、もう、まあ、教育やりたいと思ってたし、あとお金なかったから、もう即答で2つ返事で受けますって言って、で、塾講師になります。で、そこから3年間個別指導塾ってやつね、1対3、館林にもあるんだけど、その塾、そこで3年間働いてました。
でその後に、27歳で YouTube の道にということで2012年にスタートしていきます。で一応ここのなんで YouTube 始めてんのって話をちょっと聞いてほしくて、まあ、この中でも塾ね行ってる方とか、まあ、行ってた方もいると思う、中学の時だったら。で塾って当然お金かかるじゃん、まあ、それは当然よね、お金かかるとこなんだけど、俺自身が、塾に行ったことがなくて、その学習塾ね、自分が学生の時になくて、勤めてさ初めて知ったのよ、月謝高っと思って。だって中3生で普通にさ週1とかで2万円とかかかるんよね。で、まあ、結構自分当時23歳で塾講師になってるから割と若かったから、あのお母様方からもちょっと可愛がってもらえるポジションだったのまだで、結構仲良くなっていろんな話を伺っていくと、やっぱりその塾月謝の関係でね塾に通えない方がいると。あとは集団塾ってあるじゃん、集団塾月謝安いよ。だからあなたは集団塾だったらいいけど個別の塾はダメよみたいな。で、まあ、当たり前にそういうことが起こってて、でそれをさ俺の中では納得できなかったの。納得できないっていうか、あでも子供たちに均等じゃねえんだなって思ってて、で先輩に言うじゃんそれを、何言ってんのお前、そんな仕方ねえだろって、気にすることじゃねえ、俺らはあのお金払ってくれる人、くれる人にサービスを与えればいいんだみたいな、正論だと思うきっと。でも納得ができない。そうで、ずっと仕方ないで済ましていいのかこれはって思いながら働いてて、で塾は3年間は絶対続けるって決めてて、ちょうど3年経った頃にやっぱり一時の人生じゃん。だから自分のやりたい教育やりたいなと思って、でまあ会社といざこざもあったのもあって辞めますということで独立で、しかも辞めた時には YouTube は全然気づけてなくて、で辞めてしばらく貯金を切り崩して生活してて、ある日ねヒカキンさん、さっき名前出したけどヒカキンさんいるじゃんかの、知ってるかな、昔さマリオのヒューマンビートボックスやってるの多分見たことある方いるかな、あの当時ヒカキンさんのねお風呂場でやってるやつ、アメリカでバズったやつね、めちゃくちゃで、俺ヒューマンビートボックスとかボイパがすごい好きで高校の時からで見てたのよ。でめちゃくちゃ上手なの、まあ、俺が言うことでもないけどすごく上手で、ある時に俺アカウントも作らずにお金も払わずに、あこのすんげえ動画見てると思って、あれ待って、ここに授業動画投稿したら子供たちただで見れんじゃねって思ったので、で思って翌日に動画投稿を始めました。本当はいろいろ考えることあったの悩むことは、でも俺ね考え出しちゃうと絶対やらなくなるのが分かってた。あーだこうだ考えてできない言い訳をピックアップし始めるから、あそうなりたくねえなと思って、知り合いがさホワイトボード持ってるのをしてたんで速攻電話して車で2時間かけて取りに行ってホワイトボードで分解して借りて、まあ、結局仮パックをしたんだけど、借りて持って帰って組み立てて動画撮って投稿みたいな。でさ勢いで撮ってるからさ1本目の動画が本当にひどいよ内容、今でも今しめで残ってるんだけどね、まあ、そんな感じで27歳で YouTube の道に入っていくと。だから結局あと自分で言うのもあれですけど、塾講師の時は出世街道まっしぐらだと思ってます。なんかうちの塾すごいこう数字で評価する塾で、めっちゃ項目があるの評価基準が。で一応3年間全項目で多分ほぼ1位か2位しか取ってなかったのね俺。だから上司にも気に入られてたし、ずっと辞めるって言った時も名古屋に本社があってトップよ、俺の右に机を置いてここで働いてくれって言われてたの。でもそれを蹴ってやっぱりなったのね。なんかやっぱりさっきも言ったけど一度きりの人生だから悔い残したくなくて、うん、でもし YouTube やってさ、まあ、それで後悔する可能性も大いにあったけれど、でもやっぱり子供たち、自分が思ってる子供たちの機会の平等みたいなところが何かしらできるんじゃないかなと思ってこんな感じになりました。じゃあ次ちょっとね勉強編の質問に行きたいと思います。観光時代1日どれくらい勉強してましたかって質問が、来てたんですけど、全然してないですよ俺。これさ答えるかすげえ迷ったんだけど、今日高1高2の時は本当にしてない。なぜなら定期テストはしてたよ。だからさっきも言ったように専門ああすいません、専門学校はですね、内申点で行けるのが分かってたので、まあ
これはきっとマイクの電池が切れたと思います。ありますか？地声でもいいですか？あ、聞こえねえか。後ろ聞こえる？あ、いけますか？すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すいません、失礼しました。そうそう、で、その専門学校行けるって分かってたから、定期テスト前しか勉強しなくて、そのさ、あ、そうそう、国公立に切り替えた時に、ちょっと前か、高2の夏明けかな、マーク模試があったんよ。マークシートの模試が、マークってさ、まあ勘でも当たることあるじゃんか。俺英語で偏差値35ぐらい取ったからね、俺絶対全部2で揃えたから取れてたもん、あの時ってぐらいできなくて、本当にだからそれぐらいやってなかった。ただその高3になってというか、国公立に志望校を切り替えてからは、さっき言ったみたいにもう死に物狂いでやってましたけど、まあ、普段はやってないですね。テスト勉強だけやってた感じで、おすすめの勉強法に関しては、多分これ話すとね、講演がまたちょっと終わってしまうので、サクッと言うと、多分ね、ここにいる子、今日みんなこう、なんかさっき学食とかでもさ、なんか表情とか出させてもらったけど、やっぱりすげえ真面目だなと思うの。みんなうちらの観光の時もそうだったけど、なんかなんて言うんだろう、すごいね、なんか安い言葉でごめんね、根がいいやつなんだよね。やっぱ俺観光に来る子基本的にそうだと思ってて、で、真面目な子がハマりやすい落とし穴、勉強法でやってしまう落とし穴としては、先に進もうと思って定着する前に先に行くっていう、だから勉強してるのに得点が伸びないっていうパターンの子が結構多くなる。まだ観光だけじゃなくて、今まで塾講師を教えていろんな子を教えてきたけど、この傾向はめちゃくちゃある。あのね、勉強すると勉強ができるようになるのは別なんだよね。理解するとできるようになるのは別っていうところが、自分の中ではっきりつかめてる子は強い。そこがつかめていれば、別にどんな勉強法でもいいのよ。そう、だから今日数学のワーク3ページやるみたいな決めたとしても、3ページをただやるのか、ここの3ページに載ってるものができるようになってるのかっていうゴール地点がちゃんとはっきりしてれば、そこは大丈夫なので、基本的には定着させるっていうところを大事にしてください。で、次がモチベーションの保ち方ですね。いや、保てないよモチベーションはっていうのが俺の結論です。あのね、モチベーションが下がってる時、あとは、イライラしてる時、焦ってる時、まあ、だったらみんなの勝負とか、なんかの発表会とか、あとは、まあ、受験の時もそうかな、まあ、不安になったりするじゃん。自分にとっていらないなって思う感情ね。いやいや、人間だからしゃあないって。って割り切るのがすごく大事です。そう。だから、モチベーションは基本的に落ちない方がいいですけど、落ちるんです、基本的には。いろんなストレスかかってんだから、みんな人生今。コロナもあるから。うまくいかないから、いろんなことがね。そう。いいんだって。ただ、自分が思ってるのは、下がったのを、そこで低、なんだろう、下にずっと居続けないようにする。できる限り上げればいいんだって。その気分転換の方法は多分絶対みんなで違うはず。俺は当時ゲームと、今も好きだけど、ゲームと音楽が全てだったから、もうゲームするか、好きな音楽聴くかっていうぐらい、 YouTube なかったからさ当時ね、ってぐらいだったかな。で、気分転換の方法はいっぱい持っとくといい。一つに決めない方がいいよ。私はこれって決めちゃうと、それが使えなかった時に、あの、他の手が使えなくなるから、いろんな自分なりの気分転換法を持っておけば、モチベーション下がった時に上げやすくなる。で、もしそれでも下げたくねえって思うんだったら、やっぱり目標が明確になってると、勉強頑張ろうって頭良くなりたいっていう子よりも、どこどこ行くために勉強頑張んだって思ってるやつの方がやっぱり強い、目標がはっきりしてるとね。なんでそれがあるかなと思います。で、受験勉強どんなことしてましたか？塾に行けなかったので、予備校行けなかったんで、あの、本当に観光で配られた、当時何だったっけな、数学青茶と、あともう一個あったんよね、ワークが。それとかで、英語も今違ったらごめんね、あの、なんだっけ、名前忘れした。まあいいや、学校で配られた問題集だけ使ってた。っていうか、恩師の松崎先生がそれ以外やるなっつったからね。なので、あ、ニューステージだ、今違ったらごめん。そうで、英語のさ、文法載ってるニューステージとか捨てちゃったんだけど、あれを卒業した時に、マジで本当に、なんだろう、漫画に書いたようにボロボロになってたから。俺一冊しかやってないから、手垢がすごくて、マジで本当いつの時代のだみたいな感じボロボロになるぐらいまでやり込んでた。だからもう忘れちゃったけど、あの当時は何ページのどこって言われるとちょっと文が覚えてるぐらいだ。
ぐらいに一つのものをとにかくやり込むっていうスタイルでやってました。勉強法としてはね。さあ、じゃあここからもそろそろね終盤になります。YouTuber として見えたものということで、まあ私これでも YouTube やっておりまして、で伝えたいんです、これがゴールなんです、今日のなんですけど、一応ね最初にやってればったんだけど、簡単に自己紹介させてください。多分知らない方も多いはずなんで、何やってるかっていうと、とある男が授業をしてみたっていうチャンネルやってます。ただ、うちの動画を、3年ぐらい使っててもチャンネル名間違われます。ちなみに今新聞とか結構テレビとか取材受けることが多いんですけど、 60% ぐらいチャンネル名間違われますからね。まだ言えないんですけど、あるね、女の子がすごいあと好きな雑誌があるんですよ。そこの取材受けて、取材行ってたんですよ。で取材行ったんよ、東京まで行って、で原稿できました、チェックしてみてくださいって言って、チェックしたやつにチャンネル名間違ってたからね。尾が抜けるんですよね、授業してみたんで。なんでまあここにいる後輩のみんなちょっと覚えてほしいんで、授業をなんでぜひ覚えてください。で、チャンネル始めたのが2012年の6月1日ですね。で今が136万、登録者がいて、総再生回数、全部の再生回数が4回いってます。ちなみに動画投稿した本数は今3800本ぐらい、一人でずっと撮り続けてきました。で内容としては、ね、校長先生から案内ありましたけど、小学校3年生から高校生対象の授業動画、基本的には、早稲田のあの有名な過去問とかね、東大のあの伝説の問題とかっていうスタイルじゃなくて、教科書丸々一冊全部動画にしてます。できるところは、ただ、数一数えどっちかのデータの分析はないんでごめんなんだけど、ただ教科書でみんなが勉強するところをなぞって全部撮るっていうスタイルでやって、だから動画の本数がめっちゃ多くなるんだけど、あとは、悩み相談とか対談、対談はさっきねちょっと触れましたけど、今までした方一部が、はじめ社長とかクイズノックの伊沢くんとかね、あと謎解きクリエイターの松丸くんとか、あと虫さんとか花尾さんとかまだいらっしゃいますけど、こんな方と結構ガチガチな真面目な対談をさせてもらったりとか、そんな動画をやってるチャンネルになります。で話をね戻すと、YouTuber として見えたものということで、まず一つ目、てかそもそもさ、みんな YouTuber 仕事って思えるか、これ結構聞くんだけど、リアクションしなくていいからね。 YouTuber は仕事なのか職業なのかって、これ難しいよね。普通と同じでさ、仕事の定義ってなんだっていう、お金もらってりゃ仕事でしょっていう方もいるんだけど、どうなんだろうなって個人的には思ってるけど、自分が職業 YouTuber ってそれ結構嫌う人もいるんですよ、 YouTuber の中でそう言われたくねえっつって。だけど自分は結構誇りに思ってるというか、仕事だと思ってやってるからね、社会貢献も含めて、なのでやってるわけなんですけど、めちゃくちゃ新しい仕事ですよね、 YouTuber なんて。ここ数年でしょ。で一番目書いたけど、新しいものって基本的に否定されます、めちゃくちゃ叩かれてる。他の仕事もそうだけどね、いろんな人に話聞いてるとさ。でこれね、みんながさ、これからいろんな人と仕事に興味を持って、いろんな方向にみんなが歩みを進めていくわけじゃんか。で覚えててほしいのが、当然ね、今までたくさん歴史がある、教師もそうだね、歴史とか公務員の警察官とかなる方もいらっしゃると思う。でも今この現在ない仕事に就く方もきっといる、この中で。でもしそういったものに出会った時に、それを目指したいと思った時に覚えててほしいのが、まず基本的に否定されるもんだって。悲しいことに、一番応援してほしい家族からも否定される可能性がある。あなたそんな職業を目指さないでって。塾講師の時にさ、俺がやった時まだ声優がブームで、今もね声優人気あるけど、声優になりたい子がいたんよ、うちの生徒で。もうお母さんにボロクソに否定されてて、それを今すぐやめてって、それ目指すなら家から出てってって、中二の女の子に言うんだぜこれを。やめてくれと思って、でお母さん呼んで面談してさ、すげえ気持ちは分かる、だって不安定な仕事だし、ほんと才能の世界だから一部しかなれないわけ。でも子供が持ってる何か目指したいっていう気持ちを踏みにじんないでくれって言って喧嘩をしたのよ。喧嘩って言うことも悪いから、そう。でも最終的には納得はしてもらえなかった。
応援はしてもらえなかったけど、それでも、まあ、静観というか静かに見守ってくれるようになったのね。でやっぱそういう子とそういうお父さんみたいとか、今俺も2人子供がいるんでね、子供育ててて思うのは、やっぱり親心としてはさ、失敗させたくないのよ我が子に。自分ってさ、みんなと俺を比べた時に年齢いってる人間の方が優秀だったら微塵も思ってないのね。それは絶対関係ない。ただ俺らみたいに年齢いってる人間がみんなより勝てるものが1個あると思ってて、それ経験値なんよ、特に失敗の経験値。だからみんなが例えば何かの道を目指そうって思った時に、そこにはらんでる落とし穴、こういう失敗をする可能性があるよ、なんか思いついちゃうんだよねこっちって。だから言いたくなっちゃう、そう落としたくないから。でもまあこうやって仕事してるとさ、どっちかというと子供側に立っちゃうから、だからそういうふうに親御さんと喧嘩というか、まあ、言い合いになったりしちゃうわけだけど、もしねみんなが何かを目指したいってなった時に、全員が全員応援してくれるわけじゃねえって、それはまず思っててほしいの。それを思っとくと身構えられるから、応援してくれるものだと思って喋っちゃうと、それが否定された時にダメージ食らっちゃうんだよね。でその一瞬のダメージだけで諦めちゃうことが出てくる。すげえもったいないから、ひとまずそれを思っててほしい。で2つ目に書いたように、これはまあ YouTuber あるあるだけど、 90% 以上の方、もっとなんだけどね、が折れます、諦めます、夢を。YouTube さ、今一応計算上だと一クラスに一人はいるらしいよ、動画投稿してる人が。そういるらしいんだわ計算上はね。でも半年かな、まあ、期間忘れちゃったけど、しばらくの期間続けられる人って 1% もいないんだよね、動画投稿してる人間の。手ぐらいに折れていくし、まあ、それは YouTube の話だけれども、普通に何か夢を目指した時にも多くの方が折れてしまう。そうだけどそうならないためには、やっぱり基本的には否定されることがある、応援されないことがある。でも関係ないって、だってみんなの人生の主役はみんなだからね、そこは譲っちゃいけない絶対に。アドバイスは聞いていいよ、ね、アドバイスは聞いていいんだけど、聞く必要があるけどねっていうのは思っておいてください。でまあ1年目にねアンチに叩かれまくりまして、で自分がやってることもね、あ、だから一番言われた言葉がさ、偽善者だったのよ、偽善者。そうお前は偽善者だって、これはもう一番言われた言葉で、でさ俺営業マンで、そうそうピンポンして警察呼べやよって言われてたから、そこそこメンタル強くなった気があったよ。そうでもねさすがに、子供たちには届かない、見てほしい人には届けられないし、叩かれるってなると、あ、俺偽善者なのかなって思うわけよね。でもそれでも届けたい子どもたちに届いてないでさ、学生に、いやお前の授業は使えねえよって言われたらやめようと思ってたの、その時に。でもそうなるまでは続けようと思っても続けられたんだけど、結論として悔いは出過ぎちゃえば叩かれなくなるから、基本的に。あ、でも叩かれるんだけどね、叩かれるんだけど、ちょっと出るじゃん悔いが、叩きやすいんだわちょっと出たものって。だからすぐみんながこぞって叩いてくる。でも出過ぎるとね、あ、めんどくさそう叩くのがってなって叩かれなくなる。でそれは言われてたんよ先輩に、その叩かれた時にね、相談しててさ。で今こう9年目じゃん、本当にそう思う心から。だからもしみんなが何かの道を行こうと思って叩いてくる人がいたら、ひとまず飛び抜けて出てごらん、それまでは続けたらいい。そう、そしたら周りの人間が変わってくるから。で、あとちょっとこれはちょっとダークな話になるけど、そうやって人の嫌なとこがいっぱい見えるわけ、叩かれていくと。で人の嫌なとこが見えたら、みんなは人を見る目が養える。いい、自分自身がきつい時に手を差し伸べてくれる人が本当の仲間だから、基本的には。逆もしかりね、みんなの大事な人が例えばしんどい時、まあ、どういうね支え方はいろいろあると思うんだけど、ぜひそういった時だからこそ手を差し伸べてあげてくださいっていうのが、人を見極めるよりも良かったかなと思う自分はね。でラスト、ずっと不安っていう、だから点点点と書きました、ずっと不安です。よくですね記者の方に、まあ、ここまで来るとなんかもう安全ですねって、ずっと行けますねみたいな言われるんだけど、みじんも思ってない今日記者の方いないから、ちょっと動画撮ってくださって怪しいんだけど、いないから言えるんだけど、何を分かるんだと思うよね。だって今でもうなされるんですよ。何でうなされるかって、夢の中でさ、ホーム画面見てんの YouTube の自分の。
でさ、ホーム画面って数字がめっちゃ出るんだけど、いろんな項目が。夢の中で登録者0人になってんだよね。これは1年目からずっとそう、定期的に見る今でも。それぐらいもう激動の世界だし、正直俺今こうやって喋らせてもらってるけど、1年後このチャンネル、まあ、ハイチって存在もそうだよね、いや誰も見てない可能性全然あるからね、1年経ったら。そうだからずっと不安、ずっと不安だから頑張れるんだと思ってて、自分はね、不安だからさ、あ、不安でしょうがない、もうやりたくない、やめたいっていう人もいると思う。そういう自分もいる、正直言うといるけど、いろんな不安とかさ、焦りとかさ、辛い状況っていうのを、マイナスのままにするかプラスのものに変えるかは多分自分次第だろうって思ってて、だから不安で辛いけども、だから努力をしようって、でその努力する姿から子供たちがきっと何かを感じ取ってくれるだろうって思ってやってるっていう感じですね。で多分これが最後のスライド、失礼になります。でこれはもう最後に、ね、愛知として伝えたいこと、これで終わりたいと思います。時間どうだろう、大丈夫かな。あのね、実はここのスライド下に項目がないんですよ。実はね、今日の朝まで迷ってて、ここのスライド書いてあったの、伝えたいこと、でも消したんですよ。なんでかっていうと、せっかく俺一番来たかった観光のね、本当一番やりたかったから、この場所で喋るのが。だから、まあ、ここまでさ、まあ、何分か分かんないけど聞いてくれて、みんなが、でこのさ、みんなの雰囲気でこの場で今自分が感じたこと伝えたいなと思って、そうアドリブでごめん、ちょっとぐだるかもしれないけど、ここは最後聞いてください。まあ、この仕事してさ、リアルで子供たちと触れ合うことってあまりもうなくなっちゃって、コロナもあるから余計にね触れ合えなくなってしまったんだけど、やっぱりすげえ安く聞こえるかもしれないけど、子供たちっていうかみんなが持ってる可能性ってすげえんだわ。俺も36だから、まあ、俺まだだと思ってるけど、もう36なわけ、みんなの2倍生きてるからさ。だからみんながこれから、まあ、10代後半、20代、30代って過ぎていくわけじゃんか。多分みんなが思いもしない形の人生が待ってると思う。いい意味でも悪い意味でも、いい、辛い時もあるからね、もちろんあるんだけど、でぜひ覚えててほしいのが、自分の可能性ってさ、一番信じれなくなるんよね。あ、俺がさ、コンプレックスの塊だったみたいに、俺だって何も取り得ねえと思ってて、さっきも言ったけどさ、サッカー上手いやつがいるのにサッカーできないし、楽器も弾けないし、何もできないと、本当に生きてる意味あるのかなって思ってたから、高校の時も。だけどそんな俺が今ここにいて、こうやって喋らせてもらってる、だってあの時も俺が想像できないもん、こんなことしてるなんて。だからもしみんながね、今人生順調でさ、うまくいってる方はもうそのまま行ってくれ、その人生を、自分の道をどんどん突き進んでほしいんだけど、なんかもうね、人生面白くねえなとか楽しくねえなってもし思ってる方がいたら、それが一生続くわけじゃねえぞっていうのを本当に覚えててほしい。途中でも一回話したけど、みんなの人生の主役は絶対みんな自身ないよ、そこは誰にも譲っちゃいけねえの。あなたの人生なのにあの子が主役って絶対おかしいわけだから、そこだけは譲らずに、で今があんま楽しくねえとか充実してねえって思うかもしれないけれど、1ヶ月後とか1年後とか3年後とか5年後とかいつかわからないけど、それが振り返った時にただの笑い話になるから、あん時つらかったなって。まあいじめをさ、笑い話しちゃいけないんだけど、俺もいじめつらかったけどさ、そう、でもそれをこうやって普通にこうやって話すことができる、そう、それはみんなこうやって聞いてくれてるみんなのおかげだからさ。だからぜひみんなの人生を自分が主役だということをね、しっかり認識して、焦らずに一歩一歩進んでいってください。一応自分の方からは以上となります。ここまでね、ご清聴いただきありがとうございました。